二人ともなかなかいい動きになってきましたが、まだスピードが物足りませんね。まだ足りんのか。まだ頭で考えて動いているからです。特にベジータさんはその傾向が強い。確かにそういうとこがあるよな、ベジータは。やかましい。貴様がバカなだけじゃないのか。それにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれている。なぜだかわかりますか。あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ。ちっ、はっきり言いやがるぜ。その一方で悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いですよ。よし、油断しねえっと。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。よろしいですね。あ、お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので、お一人ずつ来ていただけますか。わかった。俺もその方がやりやすいしな。ふん、それはこっちのセリフだ。やれやれ、仲が良いのか悪いのか本当に分かりにくいですね。それではまず悟空さんから始めましょうか。よし、悪いなベジータ。ちっ、まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。とことんやり込む、どうも、ナオチンです。さあ今日もですね、カカロットやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、アップデートが来てゴールデンフリーザと戦えるようになったみたいなのよね。まずはウィスと、修行をクリアしようと書いてます。まあ行ってみようか。さらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ、激しい修行の末に2人はついに新たな力を得ることに成功したのだった。2人とも来ましたね。ああ、あの感覚忘れぬうちに始めようぜ。貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ。それでは修行の成果を見せていただきましょうか。スーパーサイヤ人ゴッドの時よりえらく体力を持ってからな。ゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからな。だがその分パワーは桁違いだ。お二人ともよく頑張りましたね。でもあんまり長くは持たないみてえだけんどな。まだ完全にものにはできていないということか。ですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ。お、正直俺もびっくりだ。ゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさ。俺も同じ力を手にしているんだ。いつも貴様が先にいると思うなよ。今の状態はまさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人。ちょっと長くて言いにくいですね。髪の色も青くなっていましたし、スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうか。来た。これで新しいスキルを得ることができたんだね。キャラクターレベルが250から300まで上がれるようになりました。
はは、300か。まあまあすぐだろうね。スーパーサイヤ人ブルーか。その方が覚えやすいな。では改めて、あなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。なるほど。でこれを受けるとスキルツリーを解放できるっていうわけだ。よし、やってみっか。よろしい、では始めましょうか。どれぐらい強いんだ、ウィスさんも。150でしょ。150だったらなんてことないよ。もう減り方が違うもん。減り方が違う。もうゴッドカメハメハだけでなんかいけそうな気がする。いや余裕すぎる、余裕すぎ。レベル差、レベル差。ブルーの力をかなり使いこなせているようですね。これならお二人で手を組めばビルス様ともなんとか互角に戦えるかもしれませんよ。本当か。うん、でもほらやっぱ一人で戦えてんだけどな。ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ、あなたたちは本当に仲が悪いんですね。なあ、ウスさん、俺もうちっと修行してんだけど、ブルーの力もっと自分のものにして。かまいませんよ。何？カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ、こういう時は気が合うんですね。わかりました、修行の続きをしましょうか。ゲットしましたけども、あれだね、なんかさっきの修行終わって悟空がレベル300に上がった。でベジータ291だったんだけど、おそらく今まで250で戦ってきた分の経験値が入ったのかな。うん、多分溜まっていってたんじゃないかな、経験値が。はい、ということで悟空とベジータがブルーになることができるようになりました。ちょっとベジータがあと9かな、レベルを上げなきゃいけないんだけども、まあまあサクッと上げちゃいましょう。うん、今回はちょっと話が長いみたいだね。はい、第2部に続きます。ぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。